ブライアン・パトリック・バニスターは、アメリカ合衆国、アリゾナ州スコッツデール出身の元プロ野球選手、ウトを右ミギ現在は、MLB のサンフランシスコジャイアンツで、投手ディレクターを務める。2002年の MLB ドラフト45巡目で、ボストン・レッドソックスから指名されるが、契約せず、翌2003年の MLB ドラフト7巡目で、ニューヨーク・メッツから指名され、プロ入り。 大学に入るまでは二類種だった。ニューヨークメッツ時代2006年4月5日、開幕2戦目の先発投手として、メジャーデビュー。デビュー戦では6回を3失点で切り抜けたが、勝敗はつかなかった。その後、4月で5試合に登板し、防御率2.89の成績を残すが、ベースの走塁中に肉離れを起こし離脱。リハビリを終えて8月25日に先発したのを、 最後にリリーフに転向した。シーズン後にはトレードでカンザスシテロイヤルズへ移籍した。開幕から先発ローテーションの一角を任され、12勝の成績を残した。6月と8月にはアメリカンリーグの月間最優秀新人選手賞を受賞するなど新人王の候補となった。2011年1月7日、読売ジャイアンツに1年契約で入団。 先発ローテーション入りを期待されたが、東日本大震災直後の3月15日、原発事故への不安を理由に、球団に無断で帰国。再来日の要請にも応じなかったため、4月2日に、球団の申請により、帰国日付で、制限選手となった。日本プロ野球界で、制限選手となったのは、その前日の横浜ベイスターズのブレントリーチ投手に、ついで2番目のケースである。 同月末、当人から、いかなる場所でも、もう野球はやらないと、通告があり、4月26日に、任意引退選手として公示された。2015年1月13日、レッドソックスのスカウトに就任した。同年9月より、東急データ分析班のディレクターに、転任した。2017年からは、投資コーチ補佐などの役職を務める。2019年シーズン後、 ピッチング開発担当副社長を務めているにも、かかわらず解雇となり、レッドソックスを離れて、サンフランシスコジャイアンツのフロントオフィスに着いた。2020年シーズンからは、投手ディレクターとして、現場復帰している。平均球速89マイルパーアワーの速球と、カッター、カーブ、スライダーとチェンジアップを投げ分け、2007年から2009年までの、よし休日2.73と、 安定した、請球力を誇っていた。セットポジションでの投球に課題を抱えるほか、例年シーズン序盤は、好調を続けるが、スタミナ不足により腕の振りが鈍くなるため、中盤以降に調子を大きく落としていた。大学入学当初は二類手としてプレーしていたことも、あり、打力と守備力も高い。父親は、元プロ野球選手のフロイド・バニスター。 セーバーメトリクスに詳しい選手として知られる一方、大学では芸術学科を専攻し、写真を趣味としている。写真専門誌やニューヨークタイムズなどで作品を発表しているほか、アリゾナでプロ写真家用のスタジオを経営している。一軍公式戦出場なし。ありがとうございます。